はい、二次通記者イコールラブの野口ゆりです。はい、今回も私の企画をやってきました推しについて語らせていただきたいと思います。推しが尊くて何が悪い。はい、今回は漫画二人明日もそれなりにという恋愛漫画かな、日常を描いた漫画についてちょっと語らせていただきたいと思います。これはゆうやという彼氏とリオっていう彼女の女の子のこうラブラブというか、本当に二人がこうやって過ごしているんだよっていう当たり前の日常を見ているっていう感じの作品で、あのちょっと前にでも少女漫画をあまり最近読まなくなったって話をしたと思うんですけど、少女漫画のあの分かりやすいドキドキ感ってすっごく大好きなんですよ。私イケメンの男の子がバーって出てきてキラキラで、あー好き恋をしちゃったみたいなのも大好きなんですけど、この作品はどっちかっていうと大人の恋愛というか、そういう表現が一切ない、むしろほとんど真顔、キュンとしても真顔で隠しちゃうみたいな、でもそっぽ向いたら耳がちょっと赤いみたいな、なんかそういうこっちにちょっと考察をくれる感じがめちゃめちゃいい作品で、で私が最近一番キュンとしたエピソード、その作品あのありまして、ストーリーがそれがね、あの私ピクシブコミックでこの作品を読んでいるんですけど、最近更新されたものになってしまうんですが、そのゆうやの家族とリオが一緒にご飯を食べに行く話で、まあみんなとご飯を食べました。でまあゆうやがね、お兄ちゃんがね彼女と別れてしまったっていう話をゆうやは聞くんですよ。でそれを聞いてね、多分ゆうやはいろいろ思ったことがあったみたいで、帰り際にリオに今日は本当にありがとねってだけ、この一言だけ言うんですけど、この一言の重み分かりますか、あなたには。だってゆうやはそのお兄ちゃんがね、長年付き合ってた彼女と別れてしまった、俺は結婚すると思ってたって話をゆうやは聞くんですよ。でもそこでまあ多分思ったんですよね、ゆうやはもうこの当たり前の日常が当たり前じゃなくなってしまう日が来るかもしれないって。でもそこで独占欲だったり自分の思いをリオにぶつけるだけじゃなくて、ここはグッと抑えて、もう今日はありがとうって、そのありがとうの中にはきっといろんな意味が、これからも一緒にいたいとか、もう一緒に結婚しようとか、多分いっぱいいろんな意味があったと思うんですけど、そこをありがとねっていう言葉だけ抱きしめて、そのありがとねって言葉だけで締めたのがマジでよくて、もうこのだからリオにもちゃんとそれが伝わってるんですよね。だからリオも笑顔でなんかあはいはいみたいな、いつもの年上なんですよ、リオの方が、あのユウヤより。だからなだすような感じで分かったよみたいな感じで、その2人のお互いにお互いを分かり合ってる関係がもう見ててこっちがすごくほっこりするというか、で題名にもあるように その「それなりに」って言葉があると思うんですけど、もう本当に2人はそれなりにそれなりの日常を送ってるんですよ。でそれなりに私たちはキュンキュンしてる、この感じ、平等な感じ、視聴者にも平等な感じがもう本当に良くて、なんかぜひ大人の方もそうですけど、あのなんだろうな、普通のこういう恋愛もしてみたいなっていう思いが